それって本質からずれてると思うんですよ。本質と違うことをやらないと普及しないよって。大衆はやっぱり分かりやすい型が必要なんです。で、型に一回はめないと動かないです。ホリエモンチャンネル。よろしくお願いします。ゼルコー3年の大林小太郎です。僕は教育会見にマインドフルネスを導入したいと考えています。マインドフルネスとはそもそも何なのかって話なんですけど、起源は仏教にあります。その後、その宗教と関係なく一般の方も取り組めるようにして、科学と融合されたのがマインドフルネスです。ある日、大林家にそのマインドフルネスがやってきたんです。そのお母さんがその話を持ってきたんですけど、僕も初めはこれ何なのかなとか、ちょっと怪しいなとか思ってたんですけど、調べているうちに、ジョブズだったり、マーク・ザッカーバーグだったり、イチローさんやられたりっていうのを知ったり、大手企業でも導入されていることを知ってきました。マインドフルネスをしばらく実践してきたんですけど、それで分かった良さは、一言で言うと、人生を豊かにしてくれるということです。どういうことかっていうと、人がネガティブ感情によって行動できなかったり、やりたいことが分からないっていうことが、特に10代のうちはよく起こると思うんですけど、マインドフルネスで今この瞬間に意識を向け続けることで、ポジティブになって行動しやすくなります。どういうメカニズムかっていうと、この脳の扁桃体というのがあるんですけど、外部からの刺激によってネガティブに反応する。それの機能がマインドフルネスによって抑制されます。それでストレスが薄くなり、ポジティブになり、行動力が増えるということです。また、今に意識があると、感情や思考にすぐ気づけるようになるので、自分のやりたいことや好きなことにすぐ気づけるようになるという自己認識が生まれます。そうすると、揺るぎない自信も生まれていきます。イメージで言うと、こんな感じで、左と右の画像で、明るさと解像度が欲しいと思うんですけど、そのように、ポジティブさと自己認識がアップします。他にも睡眠の質が向上したり、集中力がアップしたり、幸福度がアップしたり、様々な異国があります。このように、今この瞬間に意識を向け続けることは、人生を豊かにしてくれます。僕が言いたいのは、特に言いたいのは、難しくないということで、多分マインドフルネスは何なんだろうって、聞いたことないなって思った人でも、多分その状態になったことはあります。このマインドフルネスは教育との相性、とてもいいなと思ったんで、そのカリキュラムに導入したいと考えました。その1個目として、ゼロ校にマインドフルネス、マインドフルネス部を作ろうと思っています。自分の思いを本音で言える友達とのつながりができたり、ポジティブになって夢やりたいことを実現に向けて対話できる場所です。その後は、僕がもっと科学的なことを分かりやすく伝えるようになるために、講師の資格を取って、カリキュラムの変わりやすい私立高校に話を持ちかけようと思っています。堀江さんに伺いたいことは、ヨガが普及したように、そのマインドフルネスにポジティブなイメージを持つ人が増えるにはというところだったり、その知識やイメージだけじゃなくて、マインドフルネスが生き方というか日常になっている人が増えるには、どうしたらいいかというようお伺いしたいです。まあ、正直僕、そのマインドフルネスが必要ないんで。なんですよね。だから全然興味ないんだよね。はい。うん。なんか、僕にとってのサウナみたいなもんかな。サウナって今すごいブームになってるの知ってます。はい。だけど俺サウナ嫌いなの。なんで嫌いかって暑いから。いや、何が言いたいかっていうと、はい、もうすっごい汗かくんですよ。はい。普段から。だから、なんか、汗をかきたいからとか、汗かくとスッキリしますよ。いや、わかるよ、それは。別にサウナに入んなくても俺、スッキリするもん、みたいな。布団で毎晩寝てるだけで、ものすごい汗かくんですよ。はい。でもなんか、枕とか、布団とか、もうぴっちゃりなるぐらい汗かくんですね。まあ、代謝がいいんですけど、もうそれで十分なんですよ。むしろ。で、もうサウナとかに行くと、もう5分もいると汗だーってかくし、でも体の芯まで温まんないと、そのなんか水風呂に入って外気浴して整うみたいなメカニズムわかるよ。俺もやらずして否定をするっていうのもあんまり好きじゃないんで、やってみたんだけど、確かにそうなんだけど、15分とかあの暑い中でうーんって我慢するのがとても嫌で、嫌なんですよ、はい。だからあんまり好きじゃなくて、なんか
ちょっと距離を置いてるみたいな感じなんですよ、はい、だからマインドフルネスとか多分そうで、そういうのなくてもそのさっきのちょっとさっきの話とさっきのプレゼンの話と結構近いんだけど、そのもう自分の中で自分のメソッドでその不安とか、まあ不安をなくすにはどうしたらいいのかみたいなことを考えて、結果として絶対未来のことは考えないとか計画を立てないとか、まあ、割と世の中で言われてることと真逆のことをしてるんだけど、あとめちゃくちゃ忙しくするとかいうことをやって、自分の中でそういうメソッドを作って、でポジティブに なるっていうことを、もう自分でメソッド作っちゃったからいらないんですよね。で、僕のメソッドはこうやって伝えるけど、まあそれを違う多分アプローチでやってる。だからそのサウナみたいなもんだと思うんだけど、汗をかきにくい代謝が悪い人たちが整うためのメソッドがおそらくサウナなわけですよ。だから僕みたいな人間は多分特殊で、そのそういうふうなものを自然に考えられるとか、自然にそういう体を作れてるとかいう人は少ないから、そういうメソッドを作って、それがめちゃくちゃブームになってるんだと思うんですね。だからサウナを参考にするといいと思います。なんでサウナがこんなに流行ったのか、あ、これをやるためには、はい、僕はマインドフルネスには全く興味ないんだけど、サウナと同様でそのサウナが流行ったプロセスってあるじゃないですか、はい、ここ5年ぐらいでサウナってどうして流行ったのか、その裏側には例えば整え親方とかサウナ師匠っていう人たちがいて、彼らのバックグラウンドはそういうマーケティングとかデザインとかそういうのが得意な人たちなわけですよ。もともと広告代理店とかと一緒にそういうムーブメントを作っていくのが得意だった人たちが、だって例えばサウナーっていうブランドがあるんですよ。サウナーっていうブランドがあるんですよ。サウナのブランドで、なんかすごい有名なブランドのロゴのパクリなんだよね。パクリとかオマージュなんですね。え？あ、そう、シュプリーム、そうそうそう。シュプリームのロゴをパクってっていうか、オマージュしてサウナーってブランドを作ったんですよ。それ結構ケーキだったと思うんですよ、うん。僕は。サウナに行く人たちのことをサウナーって定義して、なんかちょっとかっこいいアパレルを作って、みたいなムーブメントを作って、あとは例えばサウナランドっていうムック雑誌みたいなものを立ち上げて、サウナに行く人たちおしゃれだよねとか、経営者の人たちサウナ行ってるよねとか、そういうふうなことをやったんですよ、彼らは、はい。それでもうなんか今、ウオのタケノコのようにサウナができてるんだけど、でもそれってムーブメントじゃん。はい。だからムーブメントを作るためには、そのコミュニケーションデザインだったりとか、ブランディングとかそういうものが必要で、確かにマインドフルネスにはそういうのないよねっていう。なくないですか、はい、なんか。そう、僕がしたいのは、その、マインドフルネスっていう、その、座ってじっとして15分するっていう、その方法論のことじゃなくて、うん、そのサウナも結構方法論じゃないですか。うん、じゃなくて、その、堀江さんはマインドフルネスはされてないけど、マインドフルネスっていう、まあ、生き方みたいなのをされてるわけじゃないですか。だからマインドフルネスだから、じっとして座ってるっていう時間をすることが目的じゃなくて、その、それ以外の時間もマインドフルになっているっていうのが、目的なので。うん、だからサウナと同じようにイメージを上げた後に、それがそういう生き方をする人が、なんていうか、それって本質からずれてると思うんですよ、方法論って。いや、いいんだよ、ずれてて。いいんですか？いいんだよ、それは。そういうもんだって、世の中って。違うの、違うの。だからずれて、要はその本質と違うことをやらないと普及しないよって思うの。ああ。つまり、要は、サウナをする。まあ、サウナに入ることで、その、まあ、体調を良くするというか、QOL を上げることが大事なわけじゃん。はい。本質はね。だけど、サウナブームになることで、そういうふうにな、結果としてそうなる。うん。だけど、みんな、型にはめないと、そうはならないですよ。うん、最初は。はい。型にはめないと、やっぱり。だから、本質からやりたいんです、みたいな。本質
的にはこうなんですって言ったところで全然響かないから、はい、うん、そんなそのなんかクソ真面目でクソ難しいこと言われても分かりませんよ大衆は。はい、大衆はやっぱり分かりやすい型が必要なんですよ。で、型に一回はめないと動かないんですよ。だからいろんなメソッドあると思いますよ。そういういろんなやり方がある。物事にはちょっと本質からずれてやらなければ、本質からずれてでもやらなければいけないことは必ずあって、難しいよ、こんなこと言われても。は？って終わりですよ。だけど分かんないけど、なんかすごいかっこいいアパレルがありました。これちょっと着たいよねとか、これ持ちたいよねとか、思うじゃん。何も考えずに。はい。でも気づいたら、マインドフルネスな人生を送ってたみたいな。っていうふうに持ってかなきゃいけないんですよ。だから、それは成功法ではなかなか難しいし、時間がかかると思う。だってさ、仏教だってさ、結局さ、日本で一番普及している仏教の宗派って浄土真宗なわけ。で、浄土真宗ってどうやって広がったかわかります？何ですか？南無阿弥陀仏と唱えれば誰でも極楽浄土に行けますよっていうすごいシンプルなメッセージじゃん。はい、南無阿弥陀仏だけでいいんだみたいな。誰だってできんじゃん。だから普及したんだよ。だからそれによって、でも仏教の哲学に触れる人たちはものすごい増えたわけじゃない？はい。南無阿弥陀仏で浄土真宗がこれだけ広がったんで、仏教に対しての知見が広がったし、みんななんか考えるようになったわけじゃん。だから多分にその仏教が人間を幸せにする哲学のうちの幾ばくかは、みんなに伝わった、多くの人たちに伝わったと思うんですけど、だけどさ、あなたが言ってることはさ、仏教の本当のね、本質は人生を豊かにするための哲学なんですよ。そこからさ、その辺の人たちに言ってみ？は？だよ。絶対南無阿弥陀仏って唱えるだけで極楽浄土に行けますよの方が、そうなんだ、超簡単じゃんって思うじゃん。南無阿弥陀仏だけでいいんですね。手合わせて南無阿弥陀仏って言うだけ。それをバカにしてるような感じがしたよ、俺は。そんなんで伝わるわけないじゃないですか、本質みたいな。いいんだよ。最初はもちろん本質なんか伝わんないんだけど、入り口でまず拒否られるから、こんなこと言ってても。うん、だから入り口はめちゃくちゃわかりやすくやらないと、もうなんかわかんないけど、なんかわかんないよ。マインドフルネスタオルみたいなのがあって、このタオルさえ持ってれば、マインドフルネス。まあ、それはちょっと言い過ぎたかもしれないけど、でも、なんかわかんない。毎日ポジティブって、朝言えばポジティブになれるんです。マインドフルネスなんです、これが。わかりやすいマインドフルネスのメッセージとか、何かグッズとかわかんないけど、なんでもいいんですよ。みんながなんか受けそうなもの。で、みんなが受けそうなものって、意外と、なんかすごい単純なものだと思いますよ。例えばわかんないけど、乳がんの、その、検診を普及させるためのピンクリボンキャンペーンってあるんだけどね。なんか、わけわからずピンクリボンのバッジみたいなのをつけてる人いるじゃん。あとなんかさ、SDGs とかもさ、なんかあのレインボーのバッジみたいなのつけてるおじさんとかいるでしょ、よく。はい、で意味もわからずつけてるわけよ、あの人たちも。あんまり。でも、ああいうの、すっごい大事なんですよ。大事なんですよ。大事なんですよ。大衆とはそういうものなので、そこから行かないと、この本質にはたどり着けないんですよ。なるほど。はい。その、学校のカリキュラムに導入するっていうことはどう思いますか？うん、だから難しいと思う。だから僕は学校のカリキュラムに導入するよりも、そういうその、マインドフルネスを、普及させるための何かムーブメント、まあ分かりやすい南無阿弥陀仏みたいなやつとか、なんか SDGs バッジみたいなものとか、サウナのなんかタオルみたいなものを作っていくところから始めた方が俺はいい。なるほど。これさえ唱えればマインドフルネスみたいな。やっぱ分かりにくいんだよ、なんか15分瞑想してくださいとかさ。やりたくねえよ、そんなことって。思うもん、俺も。
そういうのを考える方が僕はなんか近道だと思いますよ。なるほど。すいません、ちょっと納得いかないかもしれないですけど、僕はそう思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ホリエモバイル、格安スマホを超える携帯の LCC、 ホリエモバイルにいってらっしゃい。堀江貴文のブログでは言えない話、毎週メールマガジン出しております。皆さんの質問に対する答え、ルールさえ守っていただければ全部答えますので、メールマガジン入ってみてください。月額880円、どうしよう。インターステラテクノロジーズでは、エンジニアや広報管理系の人材を募集しております。